こんにちは、お疲れ様です。今日の相場解説の追加ですけども、オリガルヒのメンバーの方からクエスチョンいただきましてね、それからまとめられたノートとかね、この方のエントリーのそのシート、これもねなかなか細かく反省材料として残されてるんで力がつくんじゃないかなと思います。で、具体的にご相談いただいたんで非常に答えがしやすいんですけども、まずはね、週足で N の字ができかけてますよね。こちらをもしね、これをもし当てにするんだったら、もうちょっと幅を大きくテイクプロフィットラインとロスカットラインを設けていきましょう。私がおすすめするこのリスクリワード、テイクプロフィットラインとロスカットラインの感覚なんですけども、エントリーしたところとロスカットラインまでの割合が1だとしたら、テイクプロフィットラインはその3倍取っていただきたいと思います。だいたいロスカットとテイクプロフィットラインを2対1とかにするのが理想というふうなことを言われる方も多いんですけども、私の場合3対1ぐらいでいこうかと思いますね。そうなるとどういうことかってことですけども、仮に今130円ジャストだとしたらするとね、131円を見てるわけじゃないですか。N を書いて抜けるというところが131円オーバーなんで、131円でまず切るわけですよ。そうするとその大体3分の1がロスカットラインになってきます。そうなるとですね、3分の1にできないんで、そうですね、ロスカットラインまでを6号としましょうか。129円の650がロスカットラインですよ。それがテイクプロフィットは設定しなくてもいいっちゃえばいいんですけども、131円でパチッと取っときましょう。そうすると大体3分の1になるでしょ、3対1になるでしょ。それで放置ですよ。もうロスカットに達したらもうそれは一つの甘さを受け止めないといけないんですよ。でもそうじゃなくって、短くロスカットラインとテイクプロフィットラインを短くしちゃうと、まあ確かにね、ロスカットまでは短いんで、ちょっとロスカットを触れてね、仕切り直しってことになっちゃいますけども、それはそれでいいわけなんですよ。力量に応じて、このリスクリワードっていうのを取っていかなくちゃいけないんでね、ちょっとグダグダと長くなっちゃうんで、まずはね、3対1というふうなことをお伝えしたかったのと、この場では N を意識するんだったら、130円ジャストでエントリーするんだったら131円まで、ね、この1円の幅があるときに、やっぱりこちらの方は35ピップスぐらいのロスカットラインの幅を取っておいて、リスクリワード 3.1 ぐらいに取っておいたらいかがかなというところが一つですね。で、それですね、ロットが 0.5 なのは全然いいんですけども、朝の配信で、ね、肝心なのは、私の場合はロスカットも受け入れてるわけなんですよ。最初からロスカットになってもいいからテイクプロフィットを取りに行くんだって形でずっと押してるんですよね。ちょっと待ってくださいね。